私の先生はその人の才能を知るために占いができます。私には先生から教えてもらった自由という才能があります。それを持っていながら自分に冷たくして自分を不自由にして悩み苦しんできた。そんな私だったから先生と出会えた。今はそう思ってます。同じ波長の人同士が引き寄せられる波長の法則から言うと 間違ってるみたいだけど、不自由な大不自由が大好きな人は自由な環境を変えたいとは思いません。不自由が幸せだからね。でも私は自由が大好きなのに不自由だったから変えたいって思ってました。不幸な人生を幸せにしたいなって思ってました。斉藤一人さんの本には私たちはこの世に生まれてくるときに。 神様と相談して、今世の修行の内容や寿命も決めてきますと書いてあります。これを改めて読んでみて、そしたら自分の才能って、今世の修行を間違わないために、神様がプレゼントしてくれた人生の指針みたいなものなのかなって思いました。私の先生は、優しさを研究していて、 自分に優しくすることを常に考えている人です誰よりも冷たかった私や他の生徒さんやクライアントさんに日々自分に優しくしなきゃダメだよ自分に冷たくしてたら成功しないよ幸せになれないよ自分に優しくすることの重要性を教えてくれています YouTube を聞いてくれているあなたの周りに優しさの研究をしている人はいますか そんなこと研究している人いるのって思いますよね。それがいるんです。この続きは次回お話ししますね。また来ますね。